大阪大学大阪大学レーザー科学研究所大阪大学レーザー科学研究所は大阪大学の淵研究所でレーザー技術を発展させイノベーションの創生となる学術や技術の探求・研究を目的とする研究所である共同利用共同研究拠点に指定されている2017年5月に大阪大学レーザーエネルギー学研究センターから 解消した。レーザー核融合研究のために作られた、激光12号を保有している。レーザーが1960年に発明された後の1972年、大阪大学工学部付属レーザー、工学研究施設として発足。レーザー核融合技術などの研究のほか、レーザー宇宙物理学や、プラズマフォトニクスといった。 日本オリジナルの分野融合の新学問領域を開拓するなど、レーザー科学に関して世界を先導している。また、大型パワーレーザーを自主開発し、激エ12号をはじめ、その性能、保有数は世界で有数である。2006年より全国共同利用施設か、2010年より共同利用、共同研究拠点に指定されている。 大型レーザー実験装置、激光12号。ありがとうございます。